鈴木目は、蒸気綱に分類される目。魚類のみならず、脊椎動物全体の中で最大の目である。食用魚、釣りの対象魚、観賞用の熱帯魚など、人間の生活と密接に関係している種も多い。多くは、体は左右に平べったく側平たし、縁鱗あるいは串鱗に覆われる。背びれは1あるいは2つで、尻びれは1つである。腹気がある場合は、 胸びれのすぐ下か、それより前、喉の位置にあり、ヒレ状は1本の棘状と5本の軟状で構成される。おひれのしびれ状は17本以下である。上顎を縁取りするのは前上顎骨で、眼下長頸骨と中膀骨を欠く。浮き袋がある場合は、軌道とは接続していない。これらの形質は、比較的多くの種類に共通するものであるが、全体の共通点を挙げることは、 極めて難しい。鈴木目は20阿目160か1539、俗万133種を含む。一族のみで構成される都画が52かあり、このうち23かは一か一族一種。一方で21かで100種以上が分類されている。鈴木目の分類はこれまでに多くの変遷を経ており、現在でも一定していない。主流とされている分類体系においても、 遺伝的な情報を用いて、系統関係を検討すると、再編が必要であることが示唆されている。また、本目そのものも単系統ではなく、現在は別の目として扱われているカサゴメ、カレイメ、フグメ、ハゼメはスズキメと同じ祖先から分かれた魚類であることが指摘されており、これらのグループを暗黙として含めることで、スズキメは初めて単系統群になると考えられている。 目の上位分類系統群にパーカモファがある。鈴木目の魚類は20ア目に分類されている。鈴木ア目、ベラア目、ハゼア目には、それぞれ2000種以上が所属し、これら3ア目だけで、鈴木目の75%以上を含む。共有派生形質による詳細な定義付けは、ほとんどの場合不十分で、単系統制が確かめられていないグループが多い。 ハゼアモクは2211種のハゼメとして分類された。海化の分類群の詳細については、各アモクの記事を参照のこと。鈴木目は、原生の魚類としては最も多くの種を含み、多種多様な形態、生態を示すグループである。淡水、寄水域、海、海では、沿岸部から、海洋、深海と、ほとんどすべての水圏に分布している。多くは、海水魚であるが、 淡水のみに生息する種がに、00零種程度、成長の過程や、季節回遊のため一時的に淡水域で生活する、魚がおよそ2300種知られている。ありがとうございます。